どうもハンサムクロジです。こんにちは。今日はですね、パンを食べます。パン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 、はい、パンですね。カルディでですね、発売されてなんか人気らしいパンに塗って美味しいものを買ってきたので、それ塗って食べてみたいと思います。こちらです。塗って焼いたらメロンパンとカレーパン、はい、食パンに塗るとですね、そして焼くとですね、カレーパンとかメロンパンみたいに食パンが美味しくなるという商品でございます。なんか結構美味しいって評判らしいんですよ。カレーパンは結構前からあるのかな、でメロンパンも最近出たのかわかんないですけど、まあなんか美味しいと。パン、これに塗りたいと思います。これにね、塗りましょう。どういうものか見てみましょうか。これです。じゃあこんな感じ。これがカレーパン、塗って焼いたらカレーパンです。どこがカレーパンなんだって感じですけど、まあペースト状のものですね。まあ、材料見てみると、ショートニングと、あとマッシュポテト、だからお芋なんだよね。あとカレーシーズニング、乾燥玉ねぎ、フライドオニオンとかっていう材料です。まあ確かにカレーっぽい材料で、こっちはメロンパン、よいしょ、じゃーん。これもショートニングと砂糖と、まあ甘い系ですからね。でクッキーって書いてます。クッキーが砕いて入ってるのかな、まあ、そもそもクッキーですからね、あのメロンパンの表面のカリカリって。あとメロンジュースパウダー、バターエキスパウダー、メロンジュースパウダーが入ってることで、こうメロンっぽい味になったのかな。ちなみにですね、まあまあ、今言うんかいって感じだけど、あの、こっちのカレーパンの方はちょっと食べました、僕ね。減ってます。美味しかったよ、結構。でもう一回改めてちゃんと味わってみようね。よし。カレー塗ってみようか。ちょっと調べた感じだと、薄く塗った方がいいみたいです。分厚く塗ると、結構油っこい。まあ、ショートニングって植物油由来の食材なので、それがいっぱい入ってるので、厚く塗るとあんまり美味しくないらしい。ので、薄く塗ります。あ、なんかジャリッとしてるな、この質感、思ったより。まあ、懐かしい、なんかこうやって。塗ってた。うわ、すごい匂い強いですね。これはもう部屋が枯れ臭くなるな。こうやってパンになんか塗ってた時代がありました、僕にも。ピザ屋さんの時思い出すな。パンになんか塗ってると。ああ。懐かしいね。薄く塗りました。こんくらいがいいんじゃない？あんま分厚く塗るとね、へんてこになりそう。よし、じゃん、こんな感じ。メロンパンはどんな感じの質感なんでしょう。あ、これもジャリッとしてるな。クッキーって、クッキーが砕いて入ってんだ。粒々のクッキーが見えるわ。わかりますかね、粒々のクッキーです。これでちょっとカリッとした食感を出そうっていう魂胆なんですかね。コンタンってさ、そういう狐のキャラクターみたいだよね。コンタン、コンタン、僕コンタン。カルディの公式サイトの写真は結構分厚く塗って、なんならなんかメロンパンっぽくね、格子状の模様もつけてたりするんですけど、多分ね、あんまり厚いと変な気がする。メロンパンの方も塗りました。じゃーん。まあ雑ですけど。じゃあ焼いてみましょう。だいたい4分くらい焼けばいいみたいです。レッツトースター。よくわからないですね。すっごい匂いしてきた。はい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 、
できましたよ。できました。こちらです。じゃーん。ちょっとこの黒い方がカレーパン、なんか粒々がちょい焦げ気味な、こっちの綺麗な焼き目がついてるのがメロンパンです。美味しそうですよね、見た目はね。匂いはね、もうほぼカレー、でもカレーだけど芋みたいな、なんかじゃがいもが焦げたような匂いとカレーの匂いで、一緒に焼いちゃったからね。あ、でもメロンパンの方の方がいい匂いだな、甘くて。あ、いい匂いだな。熱っ、皿まで熱っ。まずカレーパンの方から食べてみたいと思います。本当にカレーパンか。いただきます。うん、うめえ。うまいよ。うま、香ばしい。うん、カリッカリになりますね。うん、カレーパンの表面のカリカリ感、あれをこう食パンで再現できるっていう感じですね。あの中身の具のこうしっとりした感じはないけど、具のカレーの風味とかがこう映ったパン自体の美味しさと、こうカリカリ感っていうのをこの食パン1枚で再現できるようなペーストの、まあ、塗るようなものだと思います。結構じゃがいもの感じが強いんだけど、すごく美味しい。厚塗りすると脂っこいって言うんですけど、あの薄く塗ったらそういうこともなく、カロリーも少なく済みそうだし、薄く塗ったら。で、量的にも何回も使えそうで結構いいんじゃないかなと思いました。ということで、美味しかったんで、キューハンサム。はい、次、塗って焼いたらメロンパン。じゃーん。見てください、これ。綺麗。やっぱ砂糖がちょっと焦げてる感じあるのか、照りがありますね、照りが。キラキラしてる。宝石や。メロンの宝石や。あ、いい匂い。甘くていい匂いです。メロンパンっぽいっていうか、まあ、クッキーっぽいような香りがしますね。いただきます。うまっ！カリカリ。めっちゃうまい。ごちそうさまです。美味しい。正直言うとですね、僕あんまりメロンパン好きじゃなかったんですよ。ちっちゃい時からね、こう菓子パンいろいろ食べてきて、今はわかんないけど、昔のメロンパンってこうもう表面しなしなでさ、まあそこが甘くて美味しいんだろうけど、なんかこう噛み切れなくて、湿気もね多くて、なんか嫌だったんですよ。で、そっからしばらく経ってというか、かなり経って、浅草で、あの、焼きたてのメロンパンを食べたんですよ。もう、それがめちゃくちゃ美味しくて、表面カリカリで香ばしくて甘くて、香りも良くて。で、その浅草で食べたメロンパンを思い出しますね。このカリカリ感。焼きたてのメロンパンですね。本当に普通に市販で売ってるメロンパンとは、大違いというか、まあ、パン屋さんのメロンパンは多分美味しいと思うけど、スーパーとかあの袋に入ってるね、メロンパンとは全然違う。出来たての美味しさが再現できてますね。これもやっぱりでも薄く塗ったのが良かったと思いますね。カリカリ感がしっかり出てて、脂っこくもなく、このちょい焦げてさ、クッキーのこの粒々、これも美味しいんだよね。粒々感ね。ということで、メロンパンも美味しかったです。キューハンサム。はい。もうカレーもメロンも美味しい。工夫したらもっと美味しくなると思いますね。カレーパンの方は、例えばホットサンドでこう、チーズとハム挟んだホットサンド作って、その上に塗ってもう一回トースターでカリッと仕上げるとか、そういう風なことしたら余計美味しいだろうな。まあちょっと手軽さなくなっちゃうか、それだと。まあ、メロンパンの方もこれ耳ないだけでだいぶ美味しさ変わると思います。とかロールパンで作ってみたりとかね。なんかいろいろ食パンじゃなくて別なパンで試したら、まあ、より美味しく食べれる可能性も秘めてるなと思いました。とっても美味しかったです。いや、すごいな、カルディ。お店でも売ってますし、オンラインストアでも売ってるみたいなんで、気になる方はぜひ。ちなみにお一人様2個までと
なってます。なんかお店でもそんな感じだったな。人気商品みたいなので気になる方ぜひ探してみていかがでしょうか。というわけで、この動画が良かった方はコメント、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。以上、ハンサムクロジでした。バイバーイ。